ソユーズ3号はソビエト連邦において宇宙飛行士のウラジミール・コマロフが死亡したソユーズ1号の事故後初めて行われたソユーズ宇宙船の有人宇宙飛行である。コールサインはアルゴン。数々の災難に見舞われたソユーズ1号の飛行目的はそもそもは無人のソユーズ2号とランデブーとドッキングを行うことであったがこの時は2号の打ち上げは中止されている。 飛行士ゲオルギ・ベレゴボイが登場した3号は当初の目的を達成するための2度目の飛行であり2号は3号の前日に打ち上げられた。地上の管制官はベレゴボイ飛行士が操縦艦を取る前にすでに両者を200メートルまで接近させることに成功していた。しかしながらドッキング操作は地上との交信ができない状態で行わなければならず。 ベレゴボイは機体を1メートルまで接近させることはできたが、ドッキングは3回続けて試みたものの達成することはできなかった。結局、操縦用の推進剤のほとんどを消費してしまったため、当初の目的は放棄せざるを得なくなった。失敗の原因は、ベレゴボイの操縦にあったとされている。結局ベレゴボイは、このフライトのみで退役することとなった。またベレゴボイが、 この計画のための訓練をしている最中に、史上初の宇宙飛行士、ユーリガガーリンが飛行機事故で死亡した。ありがとうございます。